皆さん、どう？神主さんスタイル似合うでしょう。さあ、寄ってらっしゃい拝んでらっしゃい。信仰しない人は罰ごとり祭る。はいはいはい、泥棒神様のおみくじやで。よう当たりまんね、一回立ったの10円でっせ。10円で売ってもそんなの安いわね。はい、毎度大きい。大きい。毎度は、ありがとうは大きい。私の運勢は。 皆さん、どなたも運が悪おまんな。運を開きたい人はこのドローンに関連さんにお払いをやってもらいなはれ。この世に不幸な人あれば私が面倒を見てあげる。ただしお一人10万円。皆さん、たかがおみくじで今日が出てくれってしゃわんことはありませんよ。私よ、皆さんね、こんなもの迷信と言うんです。 チーン、気にしないこと、こんなもんで運命が変わるはずありません。まあ派手になったこと、トントントン。もっと派手にしてやろうか。お前の頭膨らまして、くれる。もうダメ、死んじゃうぞ。 かわいそう。あれが大凶のなれの果て。さあ皆さん、払い玉へ清めたまえ10万円で運が変わるならやすい。運が向けば新たは天才秀才スーパーマン。やることなすこと褒められて天にも昇る毎日が来る。さあリズムに乗ってお払いを受けましょう。はい、褒められた。学校で褒められた。天才だよ。 褒められた。はい、桜も見てるわ。のちぇのちぇのちぇ。じょ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 。歌もおだてりゃその気なって。そそれそれそれ。よいしょ。木に登る。頼む、お払いしてくれ。私にも。はいはいはい、たくさん入れた方が運は良くなるのよ。 明日から運が向かうわ。では皆さん、ごきげんよう。再び会うことを楽しみにってなことは絶対ないの。ほらさあ、ねえ、おい、本当に運が向いてきたのか。さあね。どうかガンちゃんがいつまでも私のこと好きでいてくれますように。 どうか愛ちゃんがいつまでも俺のこと好きでいてくれますように。愛ちゃん、ガンちゃん、好き。
騙された。警察に行きましょう。何事でコロン？あれはあのマーク。ドクロマークでコロン。ドロンボのやつまた何か企んだな。きっと裏口だ。あら、そうかしら。あ、ここだ。せーの。それ。それ。それ。ドロンジュ様できましたよ。今週のみこしメーカー名付けてよいしょタンクよ。なんとなく出発前からお祭り気分だね。あれいらっしゃい、いらっしゃい、あらさっと、あどっこい、よいしょっと、よいしょっと、あらおかみちゃんと、ひかねっと、ひかいのと、はーはーと、よしよしと調子いい出だしだべ。さて今日の司令だがアメニス国のアツメール村だべ。え、ではその村に。そこに住むコレクター博士が持ってるだべ。お言葉でしかね、ドクベちゃん困るんですよ。実際の話いつも我々はそういう不確実性情報でもって振り回されてるんですからね。うせえせえ、不確実性という字は並べ替えると不正確とも読めるんや。ぐだぐだ文句言ってないで早く行け。わしの瞳は1万ボルトだべ。地獄に落ちた地獄の集めドロンジョ様がいない。ドロンジョ様、あ、そうか、これでドロンコがいなくなれば今度からボクちゃんがボスとなって。あら、ドロンジョ様生きてらしたのね。まあ、しらじらしいんだ。いえっと、ちょっと入って。何やってんだぼやっき。はい、このままずっこけようか、それともワンパターンだからよそうかななんて考えてますので、どうするの。はい、ここは自然の法則に従って、あ、倒れる倒れる、やっぱしやめます。見たわね、梅が丘の内町さん。こんなの見るとあんた将来ダメになるわよ。目を消毒して早く寝なさい。いいかげんにしろって。これ見た人には運が向いてくるのよ。こういう女を背負ってる女子と言います。はい、それじゃいよいよ出発。すごい、かけよう。オッケー。やったーぞー。説明しよう。ここはアメギス国アツメール村である。コレクター博士を探さなくちゃね。何か事件でもあったのかしら。ほら、お前たちどこへ行く。仮面などして怪しいやつだ。俺たちは正義の味方ヤッターマンです。決して怪しいものじゃないわ。そうでコロン。わしはトラエル刑事だ。最近美しい女の子が誘拐されそうになる事件が多いのだ。いや、でもそれは俺たちじゃありませんよ。私たちはそんな悪いことはしないわ。人を探してるだけでコロン。犯人が男であることは分かってる。署まで来い。いや、そんな無茶な、やめて。待って。アイちゃん心配しなくていいよ、すぐ戻ってくるから。ガンちゃん大丈夫。ガンちゃんが疑われるわけないでコロン。ポッチコレクター博士を探してくるでコロン。そうね、私も探すわ。ドロンボたちに先を越されたら大変だもんね。うわ、待って、こら、待って、ドア、ドア、あ、いった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 。大丈夫ですかおじいさん。いや、ありがとう。もう少しというところで珍しい蝶を逃がしてしまったわい。この辺でコレクター博士っていう方ご存知ありませんか。コレクター知っておるぞ。え、その人はどこに。ここにいるのさ。じゃああなたが。その通り。かわいこちゃん、わしの方こそお前さんを守ってあげるぞ。今までは失敗ばかりだったが、素晴らしいもの第一号じゃ。見ちゃった見ちゃった。なんじゃお前たちは。コレクター博士、若い子を誘拐するなんてよくないわ。わしをどうしようと言うんじゃ。私たちにとってもその子は敵。その子を博士の家まで運んであげるわ。ドロンジュ様、男のくせにギャーギャー騒ぐんじゃないよ。もうドロンボとか言ったな。え、はい。
お前たちの目的は何じゃ。ドクロストンが欲しいのよ。ドクロストン、それなのよ。くだされて。だが、あれはわしの死んだ娘が大切にしていたものじゃ。娘さんがいらしたの。流行り病で死におった。わしは大切なものを失ったんじゃ。それからわしは娘以上に大切なものを必死に探し回っとるんじゃ。あそこにいるような可愛い子のことよ。娘を忘れようとな。まあ、かわいそうなんですよね。よろし、ドクロストンやろう。その代わり、可愛い女の子をここへ連れてくるんじゃ。私がいるじゃないの、ほら。ドクロストン、あんまりショックなことは言わない方がいいのでは。私、なんかショックなこと言ったかい？じゃあ、アイちゃんが？そうなんでコロン、急に消えてしまったでコロン。やっと疑いが晴れたのに、アイちゃんが消えてしまうなんて。どうすればいいのでコロンか。この麻酔の針がその場所に落ちていたというんですが。あ？これは昆虫採集の瓶だよ。そうでコロン。昆虫採集用の強力麻酔液を使ったらしい。それなら薬局を調べてみればいいでコロン。さあ、わしの可愛い娘や、一緒に食事をしよう。いや、そんなこと言わず、このスープは美味しいんじゃよ。いや、やめて。やめて。ちょいとどうでもいいけどさ、あのじいさん自分の娘と勘違いしてんじゃないのかね。コレクター博士、約束のドクロストーンを早いとこいただけません。ダメよ、ドクロストーンだけは渡さないで。私はどうなってもいいから。本当か。よろし、お前たちに約束通りドクロストンをくれてやるぞ。ほんと？で、ドクロストンはどこにあるの？ここじゃよ。まあ、顔の割に重いんだよな、このお腹。ポテトチップの食いすぎじゃないの、もう。お前たちもそこでミイラになるのじゃ。そしたらわしが粘土で美しい人形にしてやる。ミイラ？やだやだやだ、あたしミイラになるなんてやだ。いやー、まあ、なんとかなんないかしら。あたしまだ一度もお嫁に出ないんだもん。やだやだやだ、ミイラなんてやだ。あ、分かってましたら、もうお任せください、ドロンジュ様。この日のために私の技術と頭脳の限りを尽くした優秀タンクを呼びましょう、ポチッと。お前はなんという可愛らしい娘じゃ。その顔、その姿。怖がることはないぞ。いつまでもいつまでもその姿をこの世に残しておくために、わしはお前を人形にしておきたいのじゃ。うわぁ、ガンちゃん。うわぁ、やーい、トラクター、よくも騙したわね。トラクターじゃない、コレクターだよ。さあ、ドクロストン渡してもらおうか。ダメ！ドクロストン渡したら大変なことになる。わかった、渡してやる。やったぞー。あ、ドロンジュ様、そのお言葉いけません。なんで？来ました。ただいま来たぞ。強気をくじき、弱気を助けるヤッターマン1号、ただいま参上。ケーソーゼー。この糸を通じて、私とヤッターマン1号とは不思議な心が通じよ。ヤッターマン2号、ただいま参上。参上ったら、参上だか4時半だか知らないけど邪魔しないで。あら、大丈夫？あの、声をなくした者同士仲良く人生論なんか論んじゃわない？そりゃないでよ、もう許せないわ。二人ともしびれちゃって。ドロンジョ様、早くおいでよ。そんな男でしびれてないでさ。やったぞ、頼むぞ。やったぞ。やった、横綱出動でゴンス。トロー。よいしょ、よしこい、よしこいな。
切り目が発進。ケーキ、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 ケーキ。ドロンジョ様、やつらケーキメーカーなんか出してきましたよ。あら、せこい、ケーキなんか出してきて、きっとあれ1個500円ぐらいんだよ。そうのよね。私はせこいことと地味なこと大嫌い。こっちはね、やつらがびっくり返るようなケーキ見せておやり。そうしましょう、550円ぐらいの行きましょうか。お前もセコさんにおいちゃ誰にも負けないね。100万円ぐらいのケーキ出しておやり。100万円も？やだ、気絶してやんの。特大、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 特大。本日はお日柄もよく、ご両家にとりまして誠におめでたい日でございます。この席を借りまして、一言この成り行きなどご説明させていただきます。申し遅れましたが、私ことこの栄えある宴席の司会を仰せつかりました、富山ドクロの慶でございます。何時と何時は互いに、今何時と問えば、何時ですとすぐ答えること、何時ら誓うか？誓います。かのように、新郎新婦がめでたく結婚、誓いのキッスを終えますと、ケーキにナイフが入れられます。すると、その中にメガトン級の花火マシンが格納されておりまして、自動的に噴射装置が作動するのでございます。そして、二人の前途を祝福する美しい花火のプレゼントになるのでございます。たまやーい！ガン！敵の祝福を喜んじゃないよ！送りなさいね、ドロンクよ。こっちの花火は大きさから言ってやつらの10倍よ。今日こそやった前頭3枚目もやったぞもコッパみじんになるのです。何時と何時は、ふん、焦げなブスと暮らせっか。私もヘドが出る。なんだと。説明させていただきます。このような状態の場合は絶対ケーキにナイフということにはならないのであります。しかるにどうしてもという場合には牧師が代わってナイフを入れることができるのである。何時なぜ早くそれを言わ、やれ牧師、さっさとナイフを入れるんだ。あたた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 。やる、やっぱりお前天才だね、秀才だね、いい男だね。しかしながら、このような不自然な状態でナイフが入りました場合は、内蔵されておりますコンピューターに少なからず狂いが生じ、思わぬ方向へ発進するのでございます。おかげで大きな事件にならずに済んだよ。コレクター博士、あなたが娘さんを亡くした悲しみはわかります。でもあなたのために同じような悲しみにくれる人が出ようとしたんですよ。そんなことになったらきっとメリーさんもあの世で悲しみます。わしが悪かった。わしは今まで悪夢を見とったんじゃ。ところでドクロストンは、 あれは娘が生前浜辺で拾って宝物にしていた石ころじゃ。なんだそうだったでコロンか。ではさようなら。あ、コレクターさん。コレクター博士は寂しかったのね。なんだか憎みきれないでコロン。俺もさ、人間には時として心の中に悪の芽が潜んでるのかもしれないな。そうね、そのためにも逆境に負けてはいけないのね。強く生きなきゃ。ゲホゲホ
もう少しってとこだったのに惜しいことしたね。それじゃ次回はまたコレクター作戦ですね。その必要はないだべ。ドクロベエ様。で、ドクロス君は我が輩の情報ミスでただの石だった。やっぱしね、毎度のことだから驚きませんよ。赤ポンタン、今日はお仕置きやめようと思ったがやっぱしやるべ。ミュージックガチな人間の標本だべ。あら、ギアハラなんだ。やめて、こんな格好したらまたお嫁に行けなくなっちゃう。じゃあ行くで、ドクボンタン。メカガソリン缶を作ったドロンボーはドクロストンを持つという相模の国の二宮金次郎を探して出発したで。